友達は東京行ってウーバーイーツのバイトしてるし。ほんと、結構買ってくれるらしいよ。そう、多いみたいな。田舎にはないけどな。山の下でどこにもない。アパートに Wi-Fi 飛んでんの？あ、飛んでる飛んでる。だからそれでルーター買って、うん、それでね。うん、そう。
性もあれだよね。女性名詞と男性名詞があるから、うん、ねえ、あれがわけわかんない。さあ、うん、アンジにさ、うん、3 2月くらいの時にさ、うん、あの警察に通報されて、ああそうそう、あの時だって俺学校行ったじゃん。あ、そうだ、まーちゃんが来てくれた。そうだよ、俺が学校行ってさ、あれわけが校長室まで行ってさ、俺の全部やったんだよ。あれ恥ずかしい話だ。伝説の、まあ、伝説のね、あれも伝説だ。あれは伝説だ。
本当の話と思うアンジもビビりだからな相当ビビりだ普通のビビりと違うからな相当うん相当のビビりだからやばいよ妄想が見えてくるぐらいなんですよじゃあお化け屋敷とか無理だうんお化け屋敷入れるかアンジはおうおうおうどうしてきましたこのハウマスさんのさ見つけそうそうすんじゃんうん流行っててさ気持ちいいです床屋さんのやつ床屋で流行ってるってことうんいいあのこれで動画上げるとすごいどういうことそれで動画って何だこのマッサージああうんあとね、あのね、おばあちゃんを出すと、ああ、お母さんやってたの。バズる。おばあちゃんが、で、バズる。おばあちゃん持ってる。この前見たよ、おばあちゃん辛そうな顔してたもんね。ほんとカットされる時の、なんか、サムネが。あれだから、すごい可愛いとか言ってさ、世界でも、世界でもバズってる。おばあちゃん、世界に進出してた。そうそうそう。ついに、一番持ってるかもしれないおばあちゃん一番ウケるかもうん、一番ウケるかもしれないおおおおおおおう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 気持ちいいな